ユーマーケットチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、寺西ユーマです。ね、もうね、すでにどうですか皆さん、このタキシードね、似合ってますかね、大丈夫ですか。ね、モナコ国際映画祭に今来ております。ユーマーケットですけども、今回はですね、僕も共演させていただいた本当にお美しいね、特別ゲストがね、今回モナコに来ておりますんで、ご紹介しましょう。行きましょう。ゆりさんです。こんにちは。皆さんね、もうどうですかもうね、お美しすぎてね、見るのもね、ちょっとね、照れますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。今回モナコに来た感想はどうですか。はい、そうですね、モナコは2回目です。2回目、はい。何年前か両親と一緒に旅行。そうですか。はい、旅行で。いいですね。はい、でも映画祭は初めてです。初めて。はい。で今緊張してます。いや僕も緊張してますよ。ちょっとなんかね。映画祭の先輩ですね。いやいやいや、もうとんでもないですね。怒られちゃいますもんね。よろしくお願いします。お願いします。はい、いや僕はモナコに来て3回目ぐらいですね。映画祭も3回参加させていただいて、うん、毎回こう思うんですけど、はい、いろんな映画があって素晴らしい映画があって その中で。いろいろと僕たちの映画がこう流れるということは本当にすごく嬉しいことですね。そうですね、はい、本当に光栄です。光栄ですよね。あおちゃんもなんか、そうですね今びっくりしてる、めっちゃ何やってんやろうと思ってる。ちょっと赤くなりました。赤くなりました赤くなって、はい、ちょっとね、緊張しましたね。毎回思いますけど、いいキャラですよね。ありがとうございます。どうですか感想は。モナコに来て国際映画祭に参加して、そうですね、ゆうまくんのおかげで参加を何とかさせていただいているんですけれども、はい、いやいやいや、そう、今回は出演もさせていただいたので違う緊張感を味わっております。うん、ね、なるほど。そう、そうですか。いやね、本当にこれから楽しみですね。そうですね、はい。それでは主演の二人に今日はちょっと作品についての質問をねさせていただきたいなと思います。世界のに向けてこの国際映画祭を通じて、世界の方に見ていただけるかと思うんですけれども、世界の方にどんなメッセージをこの映画を通じて届けていきたいですか。あ、僕ですね、はい、最初に。そうですね、3作品、この3回とも毎回違う映画なので、まあ、今回は、まあ、去年が、まあ、僕が AI になった役で、うん、ちょっとまあ僕の AI 感とかいろいろ、ね、この2030年の東京をいろいろ、またこのモナコとまた違う国なので、うん、まあ、知ってもらえたかなっていうのと、今回リバイブ、まあ、リバイブっていうのが生まれ変わるっていう意味なので、うん、まあ、人は、まあ、いろいろ苦労もありますけど失敗もありながらこうしたら生まれ変わることができるんだよっていうテーマになってますんで、そこを一番見ていただきたいかなと思います。ゆり、うん、さんはどうですか。私はどうしても現代社会のいろんな問題を、うん、寺西監督さんの視線で視線で見た、はい、見た、はい、見たなんだっけその視線で見たいろんな問題点を、はいはい、皆さんが、うん、ちゃんと見せてくれたらいいと思います。皆さんがちゃんと見てくれたら、はい、そうですよね、いろんな社会問題が散りばめてますからね。そうですね、はい、で、あおちゃんは、あ、みー、はい、あ、そうだね、みーね、ごめんね、急にそうですね、AI っていうまず一つのこれからの未来にとってとっても大切なテーマだと思うんですよね。そのテーマをその私たちの視点でどんな風にいろんな方が感じてくれるかなと思いながら演じました。ました、はい、いいですね。はい、今回ゆうまくんはどんな役を演じられたんですか。僕ですか、はい、去年はですね、うん、バリバリ AI だったんですけど、今回は生身の普通の人間を演じたわけなんですけども、いやでもなかなかその
このリバイブに撮影をするときに全然この AI 感が抜けてなくてですね、なんか確かにすごくなんか最初監督にちょっと AI 感抜けてないねみたいな感じられて、あそうですかみたいな感じられて、いやでもちょっとまあ徐々に徐々に監督といろいろ相談しながらいろいろ演じてはいるんですけども、まあでもやっぱちょっとね大先輩が隣にいてちょっとねドキドキしましたね、緊張もしましたけども、まあ後ろ姿を見ながらいろいろうまく演じました。ギリさんは今回はどんな役を演じられましたか？今回は、私はどうしても日本の映画で主演を挑戦するのが初めてですね。あそっか、そうなんですね、はい、それでそれが一番責任感が重くって、それがなんか、まあ、日本語の練習とかいっぱい、はい、するわけで、はい、それであと、日本語の日本語だけでもちょっと難しいだったんですけど、あの専門用語、専門用語がたくさんセリフで出て、それを覚えるのが本当に難しかったんです。すごかったです、はい、そうですね、すっごい喋ってましたもんね、はい、専門用語あの台本で私のセリフが、はい、そのぐらいだったんですよ、ね、ありますよね、はいはい、でびっくりしました、初めて見た時いやでもギルさん、バッチリです。あそうですか、はい、ありがとうございます。はい、あの映画で確認してください、はい、はい、みーね、みー研究員でした。そうですね、研究員ですね、はい、そう、一番最初に監督からあの白いさ何白衣を渡されてめっちゃでかくてさ、用意してくれたんやろうけどめっちゃでかくて楽しかったです。それでは、はい、今回共演されました、寺西優馬さん、それから山本雄介さんと共演されて、はい、どうでしたか？まず初印象は、うん、正直に言うと、正直にどうぞ。初印象は本当にイケメンで、あ、山本さんが、いえいえ、あ、僕ですか。山本さんすいません、あ、いえじゃなくて、2人あ、2人です。そうですか、ゆまさんも、ゆずけさんも、2人とも本当にイケメンで、はい、でこれこの映画、うん、もしロマンスジャンルかちょっと錯覚しました、ちょっと少しロマンスかなって、はい、ロマンスかな、はいはい、少し錯覚しちゃいました。一瞬間恋人だったらどっちが良かったですか？あ、それはちょっと、そうですよね、それはちょっとそれはちょっとね、ダメですよ。いや聞きたかったやん、聞きたいやん、絶対聞きたいやん。あ、聞きたいです、どうし、あ、来た、せやな、どっちがいいかな。私さらは触られたからさ、ここ山本雄介さんに、はい、以上。はい、以上。山本さん、いえ、ゆずけさん、見ます？お久しぶりです。そう、今日ね、本当は、はい、多分、山本さんもね、僕に聞いてくれないですか？あ、ごめんごめん、そうか。はい、では、ゆりさんと山本ゆずけさんの印象を、はい、あ、いやもうね、ゆりさんは、いや本当に僕も言っていいですか、本当に美しかったです。本当に、いやもう、まあ年齢的にもそんなに離れてないので、でもすごく、なんていうんですかね、すごくお姉さん的な感じに思ってました、最初。でも最初ちょっと顔がお綺麗で、すごくなんか、なんていうんですかね、シャイっていうか、そんな感じだったので、ちょっとまあ怖い面もあったんですけど、まあ喋ってみたらすごく優しいお姉さんで、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。そしてそして山本さん、もうね、ゆうすけさんは本当に現場から、まあ、結構一緒になる回数が多くて、本当にめちゃくちゃ優しいお兄さんでした。うん、やっぱりなんていうんですかね、なんかすごくそういったことを初めてされたので、すごく
すごくなんかすごく感謝してますね、本当にそういったことって何ですか。なんかもう一生懸命僕になんか喋りかけてくれたりとか、いろいろなんか演技こうしたらいいよとか教えてもらったりとか。じゃ現場の雰囲気はバッチリでした。バッチリでしたね。バッチリでしたね、はい、ありがとうございます。お二人とも、はい、これから授賞式がね始まるんですけれども、はい、そうですね、そうなんです。どうですかお気持ちは。なんか毎回毎回来させていただいてるんですけども、うんうん、毎回こういろいろな思いがありますね。毎回やっぱ分かんないので、うん、そうですね、うん、やっぱり僕一人だけだったらいいんですけど、やっぱたくさんの皆さんが関わってこの映画を作ってるわけなので、はい、うんうん、やっぱりいい賞を持って帰りたいですよね。持って帰りたいですね、うん、そうですよね。やっぱり、まあ、その日本にいるファンの皆様にもやっぱり伝えたいですし、うん、はい、やっぱり楽しみですね。楽しみですね、はい、ギリさんはいかがですか。私は今回が初めてですから、はい、もっとドキドキして今すごく緊張してます。で私もぜひ持って帰りたいです。そうですね、はい、持って帰りたいですね、はい、ドキドキしますね。みーもドキドキしてる。いつ来てもドキドキしてる、うん、あんま考えたくないけど、ショーとか別に。そうですね。そう。だけど、ねえ、うん、と思っています。まあ、毎年毎年やっぱね、いろんな素晴らしい作品の 中で、僕たちの映画もやっぱりこうやって受賞式に呼ばれるってことは、本当にすごく一番嬉しいですね、やっぱりね。そうですね。うん、どんな賞に関わらずね、そうですね、そうですね、たくさんの方に見ていただけたらなと思いますね、はいはい、これからね、皆さんにお届けします、はいはい、楽しみです。楽しみです。それでは最後になりましたが、はい、日本のファンの皆様、それから韓国のファンの皆様に何かメッセージをお願いできますか、はい、あ、私からですか。はい、あ、まず日本の皆さん、リバイブバイ東京24がもうすぐ上映されます。たくさんの愛お願いします。あと寺西ゆまさんもたくさん愛してください。いやいや、そんなこと言われちゃってね。やりますよ、すいません、よろしくお願いします。はい、ね、あと、はい、韓国語でも挨拶します。韓国에계신팬여러분전제규리가출연한리바이브바이도쿄24가곧제상영됩니다일본에서제가출연한첫영화이니까많이많이사랑부탁드리겠습니다감사합니다ありがとうございます。はい、日本の皆さんこんにちは。いやでもね、本当に毎回毎回こうやって報告してるんですけども、今回もリバイブバイ東京24ね、今から授賞式ですけども、本当にね、本当にドキドキしてます。本当に皆さんに早くお届けしたいんですけども、まだお届けできないので、うん、ね、本当にこれから楽しみですね。まあ、ギリさんもいるんですけども、日本の皆さん、ギリさんも愛してください。ありがとうございます。まあ、愛されてると思うんですけども、楽しみにしててください。あ、そうやな。たくさんの方がすごい、頑張って作った素敵な作品ですので、たくさんの方に見ていただきたいなと思います。ありがとうございました。それではまたねー。